町が炭素の貯蔵庫に CO2 を吸った木は炭素をずっと閉じ込めて脱炭素の役に立つんだって。なるほど。切った木を削って重ねて強くしたり、知恵と技術で木の使い道を増やしてきたんだよね。空港にも木が使われてるって本当？ああ、ニュージーランドのネルソン空港、今度ゆっくり案内するよ。